はい、それではですね、続きやっていきます。地下水脈ですね、洞窟抜けるんですが、レベル上げしまして、今レベル18、17ぐらいまで上げました。地下水脈南口ということで、何かね、進展があるところまで進めます。はい、変なおじいさんいますね。老人ぬ、お主よく見れば暗黒剣の使い手じゃな。頼む、手を貸してくれ。どうしたんです？娘のアンナが銀融詩人に騙されダムシアに行ってしまったのじゃ。ダムシアに不吉な気配が立ち込めておる。ではあなたが賢者テラ。ああ、なんか言ってたな、そういえば町の会話で。いかにもテラじゃ。心配になってダムシアに向かう途中なんじゃが、この先の地下の湖による巨大な魔物に手こずっとる。とてつもない力を持ったやつじゃ。私の魔法だけでは倒せん。お主の暗黒剣とならば。ん？なんと、その子は召喚師か。かなりの資質を持っておる。ダムシアンへは僕らも行かなくてはならないんです。ならば決まりじゃ。一刻も早くダムシアンへ。あー、仲間になるんすね。なるほど、なるほど。おお。あ、レベル20できた。ってことは、あれだ。主人公のレベル上げておくと、途中で入る仲間が、そのレベルに合わせて入ってくれるのか、もしくは、テラがお助けキャラとしてめちゃくちゃ強いっていうことなのかもしれない。あ、レイズ、エスナ、ケアルダ持ってれば。結構助かるな。いいですね。では進めていきまーす。よし、ここで休んでいこう。この魔法陣の上ならば結界が張られていて魔物が入ってこれんのじゃ。テントやコテージで休んだり、セーブしたりもできる。奴との戦いに備え、私のテントで体勢を立て直すとしよう。なるほどね。もう寝てしまったか。よほど疲れておったんじゃろ。この子は確か、ミストの召喚師です。良い資質を秘めておる。修行を積めば他の魔法も使いこなせるじゃろう。しかし可愛い寝顔じゃ。幼い頃のアンナのようじゃ。その人はあなたの。ただ一人の娘じゃ。銀融詩人とダムシアンへ駆け落ちしてしまってな。私が許さなかったばかりに。お主らはなぜダムシアンに？僕の仲間が赤いっぽで高熱病にかかっているんです。砂漠の光か。あれがないと私でもどうにもならん。お主たちも急ぎか。洞窟の魔物とは一体。巨大な八つの足を持つ恐ろしい奴じゃ。ちょっと韻を踏んでるね。アンナとお主の仲間のためにもまず奴を倒さねばな。違うな。違うな。まず奴を倒さねばな。ダムシアンの方に感じられる不吉な気配が私の気のせいならばいいのだが。よーし、出発だ。ということで、まず、セーブもしとこう。セーブ2箇所。これは中古で買った時のセーブですね。セーブ3と4はね。はい、じゃあ進めていきまーす。ここから一旦地上に出れる。奴はこの先の滝の下におる。
念のため地上でテントでも張った方が良いじゃろう。ちょっとレベル上げすぎたな。敵がそこまで強くないんだな。これは困ったね。まあでもいっか。ゴブリン。なんだろうな。なんかもうゴブリンとかは逃げてもいいかなっていう気はするね。まあ一応セーブは入れます。ということで滝の下？地下に通じる滝。やつはこの下じゃ、もうボス戦かな？まだボス戦ではないね。この感じだとね。OK、進めましょう。てか、娘、この滝も落ちて、駆け落ちしていったのかな。大したもんだな。いますね。来るぞ。いきなりか。こやつがオクトマンモスじゃ。マンモス。こういう感じか。多分サンダーかブリザードをぶつければいけるはず。まあでもファイヤー入れてゆでだこにしてもいいかもね。ブリザード効かない。サンダーか。じゃあこれ多分一本ずつ足がなくなっていってんじゃないかなとは思う。多分ね。硬いな。あと4本？まあセシルの攻撃がすげえ入るから助かってるわ。さすが暗黒の使い手。動きが鈍りおったわい。なんか魔法の入りが思ったより弱いね。あ、行った。これでダムシアンに行ける。この滝の奥から表に出られるはずじゃ。本当だ。じゃあダムシアンに行きましょう。ダムシアンすぐだなと思ったら、ひどい。帝国じゃないね、バロンだね多分ね。やべえわ。城崩壊すんじゃないの。ダムシアン城。死んじゃってる。1階。クリスタルを奪われた。飛空艇から恐ろしいほどの爆撃が。建物はでもそんなに損傷を受けてない感じだけどね。2階。宝物は1個しか残ってない。テント。上の回復の壺まで。飛空艇から恐ろしいほどの爆撃が。あれは、アンナー。
アンナもなんか仲間になりそう。あれ、貴様あの時の銀融詩人、貴様のせいでアンナは、ん？あ、オート戦闘だ。貴様よくも娘を。違います。何が違うというのだ。話を聞いてください。黙れ。まあ、魔法使わないだけね、テラも加減を知ってるよね。お願いです。この痛み、アンナの痛み、アンナとは、お願い、二人ともやめて。アンナ、生きていてくれたか。お父さん、彼、ギルバートは、このダムシアンの王子、身分を隠すため銀融詩人として、カイポに来たの。ごめんなさい、お父さん。勝手に飛び出したりして、私、ギルバートを愛しているの。でも、大好きなお父さんに、許してもらわなくちゃって、カイポに戻ろうとしたとき、ゴルベーザと名乗る者が率いるバロンの赤い翼が、ゴルベーザとは一体何者なんだ。わかりません。黒い異様な甲冑に身を包んでいて、人とは思えぬ強さで、なぜ赤い翼が。奴らはクリスタルを奪うと火を放ち、父も母もやられ、アンナも僕をかばって弓に。そんなにまでこやつのことを、お父さん、私を許して、ギルバート、愛、してる。アンナ、その、ゴルベーザとは一体何者なんだ。最近バロンにやってきて、赤い翼を引きクリスタルを集めているとしか、情けない。泣いてもアンナは生き返らん。バロンのゴルベーザ、私がアンナの仇を取ってくる。テラ、一人では。助けなどいらん。ゴルベーザは私一人でやる。テラと別れた。あんなぁ、しくしく。弱虫。お兄ちゃんは男でしょ？大人でしょ？なのに、私だって、リディア。そうさ、君の言う通り僕は弱虫さ。だからずっとこうしてアンナのそばにいるんだ。もう何もかもどうでもいいんだ。悲しいのは君だけじゃないんだぞ。そんなことをしていてもアンナも喜びはしない。それに今の僕らには君の助けが必要なんだ。僕が君たちを助ける？僕はセシル。カイポで高熱病に倒されている、いや、ごめんね、倒れている仲間を助けるため砂漠の光がどうしても必要なんだ。それには君の助けがいる。僕が助ける。そうだ、ローザのために頼む。ローザという人は君の大事な人らしいね。愛する人を失ってはいけない。砂漠の光は、東の洞窟に住むアントリオンが産卵の時に出す分泌物からできる。洞窟には浅瀬を渡らなければいけない。ダムシアンにあるホバー船なら浅瀬も越えられる。
カイポにも浅瀬を越えて行けるはずだ。さあ、急ごう。お、王族ギルバートが仲間になった。はいはい。さよなら、アンナ。ああ、ホバー船。はっはっはっは。いや、ああ、ギルバート強くないってことはテラがめっちゃ強かったんだ。ああ、そういうことか。悩むなぁ、ギルバート。いやぁ、後列かなぁ。と思う。ダムシアン城、これ外側に宝物庫があるとかないとか聞いております。開いた。ダムシアンの牢屋。目が見えん、お前は仲間か。ここの宝を奴らの手には渡さんでくれ、頼む。あー、なくなった。お、開いた。ってことは、こっから?あー、隠しがあるんだ。クロスボウ。羽根付き帽子。ルビーの指輪。あー、これ多分いいやつだわ。いやー、これはハデスで固定しておきたいな。クロスボウと多分、矢を買っておけばよかったな。多分矢が、消費アイテムではないんだろうなっていう気はするんだけど。まあ、前回の動画ではね、なんかもう消費アイテムかなって思ってたけど、多分この感じ違うな。ただ弓とセットで使うみたいな感じだと思うから。聖なる矢、あった。聖なる矢、あ、どうなんだ。消費アイテムかもしれない。どうなんだろうな。装備して、右手にクロスボウ、左手に聖なる、ああ、消費アイテムだった。逆?右利き。逆かな?いや、右利きだと逆だな。逆にすべきなんだろうか、でも。ああ、22になった。からいいんだね。うん。OK。あとはホバー船に乗って、砂漠ですか。浅瀬の砂漠。浅瀬だから。ああ、なるほど。こういうことね。多分ここだと思うな。で、とりあえずセーブ入れて。はい。アントリオン地下1階、そうだね。OK。じゃあ、アントリオンの、何でしたっけ?ボスでしたっけ?ボスね、倒しに行きましょう。アントリオンの巣。あ、明らかにいますね、これはね。ここがアントリオンの産卵地だ。アリ地獄ってことか。キャー、大丈夫。アントリオンはおとなしいんだ。人間には危害を加えない。僕が取ってこよう。うわぁ。行くぞ、リディア。
まあ俺いまいちまだギルバートの使い方がよく分かってない。あ、でもそんな強くないな。反撃の角。魔法も、魔法もそこまで入るって感じじゃないのかな。セシル頼みでもいいような気もするね。歌う。あんまり入らないね。誘惑の歌。ランダムなんだな。で、相手に聞いてるかどうかがよくわかんないんだよね。隠れるわ。隠れんのかな。あー、逃げちゃう。逃げてるわけでもないのか。あ、召喚チョコボ現れる。あー、そういうことか。隠れても微妙だね。かってえな、敵。反撃の角。そうか、ずっと薬使ってればいいのか。回復に特化してればまだ使えるか。そうだな、そんな気がしてきた。で、あとはもう物理攻撃とチョコボで、倒せた。ギルバートはレベルが上がった。砂漠の光を手に入れた。そんなバカな、なぜアントリオンが。最近魔物の数が増えた。今までおとなしかった獣たちまで襲ってくる。やはり何かの前触れ。獣と魔物は区別されてるんだね。早くローザに。ああ、行こう。ああ、やっぱ自力で戻るパターンだよね。はい、じゃあ海峰まで戻りまーす。はい、カイポに到着。ローザが行ったのはあの家だね。ローザ。砂漠の光。ローザを砂漠の光で照らした。ああ、そういうことか。セシル、生きていたのね。よかった。無茶だよ、君は。ミストの地震であなたは死んだと聞いて、でも、信じられなくて。すまない。それより、ゴルベーザとは一体、あなたに代わって赤い翼を指揮させるためバロン王が呼んだの。彼が来てから王はますますおかしくなって、きっとゴルベーザが王を操り、クリスタルを集めてるんだわ。あなたが取ってきたミシディアの水のクリスタル、ダムシアンの火のクリスタル、ファブールの風のクリスタル、それにトロイアの土のクリスタル。火のクリスタルはすでに彼の手の中です。彼はギルバート、ダムシアンの王子だ。彼のおかげで、君を治すことができたんだ。この子はミストのリディアだ。大丈夫？ありがとう、リディア、ギルバート。ダムシアンがすでに襲われたとしたら次はファブール。こうしては、ごほごほ。ローザ、無理をするな。ファブールへ僕らが行く。でも、ファブールへ行く
ホブスの山は厚い氷で。リディア、あなた、ファイヤーを使える？ううん、使えない。召喚士のあなたが、黒魔法の初歩とも言えるファイヤーを使えないはずは、ごほ。ああ、だからファイヤー、覚えてなかったんだ。ローザ、やはり君は、待っていなきゃダメだ。私なら大丈夫。それに、私も白魔導士、足手まといにはならないはずよ。セシル、ローザは君と一緒にいたいんだよ。わかった、ローザ。一緒に行こう。もう夜だ。明日の朝たとう。とにかく今夜はゆっくりお休み。セシル、わかったわ。白魔導士ローザが仲間になった。ああ、やっぱりね、今、なんかあるんだなって思ったな、この虫の鳴き声で。その夜。ああ、ギルバートの方か。やはり寂しいよ、アンナ。お！うわぁ！うわぁ、勝てる気がしねえ。攻撃がね、ギルバートは入らないんだよね、あんまり。でも相手も攻撃が入らないから。泥仕合じゃないか。あ！あ、これは泥仕合ですね。攻撃が入ればね、いいんだけど。あ、入った。お、勇気を出すのよ、アンナ。あ、アンナ、あなたは、あなたが思ってるほど弱くないわ。え、ってことは、めっちゃ強くなるの？自分を信じるのよ。やってみるよ、アンナ。ああ、でも攻撃が入るようになってきましたね。グベペペペペペ。100ギル。800！ああ、よかった。なんかこれでレベルが上がんなかったらね、流れ的にちょっと良くないなって思ったから。強くなったんじゃないの？ギルバート。アンナ、ギルバート、私はそろそろ行かなければ、大きな魂と一つになるために。アンナ、行っちゃ嫌だ。ギルバート、勇気を出して。ゴルベーダにクリスタルを渡してはいけない。あなたは私を愛してくれたわ。今度はその愛をすべての人に。アンナ、戦うよ。でも勇気と言ってもアンナ、僕はどうしたらいいんだ。よし、出発だ。ということで、アンナじゃなくて、ローザ。あ、でもレベル10だ。うん。いやー、でも後列だろうなー。あー、弓の人ですか。じゃあ、クロスボウ。まあ、鉄の矢がいいかな。ちょっと、防具とかいっぱい買いに行こうよ。
でも後列だね、そうなると。体型変えて、違うな、間違った。一発目で間違った。こんな感じ？戦士がもう一人欲しいか。まあ、やっぱあれだよな、セシルの方がいいよな。鉄の弓矢、鉄の矢。てか弓ってそんな高いんだ。2200もするんだ。違う、10個買うからか。あれ何個買え、あ、な、お客さん持ち物がごちゃごちゃだよ、整理しないと入んないよ。はあ、これであれか、いっぱいになるんだ。あ、買いすぎだな。でもこれのおかげで鉄の矢が、あ、100個以上持てるんだね。てか、いらない武器とかは、あれなんだな、売らないとダメなんだな、この感じは。そうか。防具。防具ね。みんな持ってるでしょうね、これはね。持ってるね。頭、あ、羽付き帽子。そんな感じか。弓とか売ってもいいかな。ロットも売っていい。いや、杖もいらないと思うな。暗黒のやつどうしようかって悩むな。あと弓か。アイテムのね、持てる量がちょっと少ない。そっか、そんな感じか。はい、じゃあ、まあ、ファブールまでね、ホバー戦使って、いけたらすぐかもしれないですけどね、レベル上げもしておきたいなっていう気はするんだな。ギルバートとローザをレベル15ぐらいにはしたいなっていう気持ちはあるんだけど、どうしようか悩みますが、まあ今日のところはこの辺で終わりにしたいと思います。というところで、ご視聴ありがとうございました。それでは。